じゃ、勝利で終わりました、WBC、第3戦、ほとんど1次リーグ突破が、決まりました。ほぼね、だけどまだ分かりませんけども、まあ、あの慎重には慎重に越したことはないし、まあ、野球をですねちょっと振り返ってみたいと思いますが、先発メンバー、1番ヌートバー、近藤、大谷、村上、吉田っていうところは変わりません。6番に、山田、7番に山川、この2人っていうのは結局調子を上げてもらわなきゃ困りますし、ゲーム感がなくなっても困るということで、このメンバーを使ってきたと思うんですけども、まあ、8番には中野、源田の怪我がちょっと心配ですけども、まあ、中野がどういう働きをしてくれるか、そういうところにも今日注目です。でキャッチャーは甲斐ということで、スタートをしましたけども、まあ初回まあランナーを置いて、まあ、中野のエラーで1点を失うわけですけども、そこからサトリアっていうピッチャー、球が遅くてですね、まっすぐが126キロ、チェンジアップが111キロぐらいかな、まあそのぐらいの投球パターンで来るわけですけども、あまりにも遅すぎてですね、ちょっとレベルに合わないというか、アジャストができないというか、それと見てるとナックル系の感じでちょっとボールが揺れてきてるんじゃないかなっていうような感じがしました。まあ、それでちょっと最初は手こずるわけですよね。まあ、大谷が三振珍しくしたりだとか、だから非常に重い雰囲気が、漂うもう序盤でしたね。それで、まあ、初回なんかは三者凡退で打ち取られるし、まあ、ヌートバー三振、近藤が三振するというね、非常に珍しいなんか立ち上がりの日本の攻撃だったんですね。で、まあすごく心配したんですけども、まあ3回に3点、4回に4点、まあ吉田、山田がタイムリーを打つとかですね。まあ吉田っていうのはもうなんていうのかな、まあ非常にあのピッチャーへ対してのアジャストが非常にうまいし、まあ、山田もこう浮いてきた球を的確に捉えてタイムリーというね、ことでした。で4回は非常にあの畳みかけるような攻撃で、あのツーベースが続いたりだとかして、まあ、その間に走塁がこう組み込まれたりとかして、な日本の野球らしいあの走塁の部分、非常にあの目立ちましたね。それでは、まあ、投手の方からちょっとあの話していきたいんですけども、佐々木朗希、3月11日、まあ、被災があった日ですよね。まあ、その日にあの佐々木も被災者なんですけども、あのこの日に登板するという、まあ、彼の心情を思うとどんな心境でマウンドに登ったのかなっていうようなね、まあ、彼は多くは語りませんでしたけども、非常に心に秘めてるものがこの日はあったと思いますし、まあ、マックス164キロ、なんか最初はまっすぐに断ってバンバン行ってましたけども、あのまっすぐには対応してくるということで、まあ、変化球を混ぜながら自分の責任回数、まあ、責任球数かなを2安打8三振というね、力強いピッチングで投げ切ってくれました。で心配だったのがこうちょっとデッドボールの後に気持ちがどういう風に変化するかなと思ったら、次のバッターを、まあ、三振で取ったというね、非常に心を打たれるというか、ああ心も強くなったなっていうような、そんな感じがしました。球数がいったんで疑いにスイッチ、フォーク非常に落ちてました。もう心配がないかなっていうような、それまではちょっとボールが浮いたりとか、いろいろしてたんですけども、まあもう宇田川も心配ないなという、まあそんな感じがしましたね。で宮城、これは前の動画でも話をしたんですけども、第2先発入りが大事だという、その回の頭からこう投げるわけですけども、やっぱ連打されてピンチを迎える、やっぱり非常にあの宮城は硬かったですね。で硬かった分だけボールのキレとか、まあ、そういうのを失って、連打されて1点を取られるわけですけども、その後はリズムに乗った投球が見せられたし、変化球、そういうものもコントロールができてたし、
まあ、非常に気持ちよく最後まで投げ切ったなという感じがしました。非常に落ち着いてたなという、まあ、相対的に見るとね、ピンチを迎えた時でもバタバタするんではなくて、まあ、1点やってもいいから点数がありましたし、1点もやってもいいからとにかく低めに集めてゴロを打たすというね、そういう投球ができてたんじゃないかと思います。だから宮城らしいピッチングがどん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 出てきたというね、まあ、そういうピッチングでしたね。いや非常に心強かったです。で野手の方はですね、やっぱこう嫌な雰囲気を吹き飛ばしてくれるっていうのはやっぱヌートバー、ヌートバーのタイムリーとかですね出るとやっぱりこう乗っていけるというね、まあそんな感じがしましたし、まあ吉田のタイムリーからこう始まりますけども、なんていうのかな、まあ、吉田っていうのはその対応力がこう素晴らしいで、結局先発のサトリアっていうのは高めに浮いたボールっていうのは変化が少ないんですよね。で低めにこう落ちてくるボールっていうのはすごく変化をしていて、だから吉田は高めを狙ってたという、でそれを引きつけて無理しないでホームランではなくてレフト線に、打ってくれたタイムリーをね。で続く山田もやっぱ高めを狙っていてレフト前で吉田を返したという、でその出た後に、まあ、山田が盗塁をするというね、まあ、そういうことも見せてくれましたし、まあ、4回はヌートバーのタイムリー、それとヌートバーっていうのは打つだけではなくてその後どういう送球返球をしてくるか、そういう隙を見て盗塁をしているという、まあ盗塁じゃない走塁をしているセカンド次の塁を狙っているという、だから非常に見事な隙がない走塁を見せてくれていると。で近藤がタイムリー、まあ大したもんですね。やっぱりねボールを選球しながら難しいインサイドの球を、まあ、一塁線抜いていったわけですけども、まあ見事だったなという。で大谷タイムリー、これもあっという間にライトの頭の上を越えてったという、まあ打球速度が181キロ、これはなんかこうまともに食らったら死んじゃうんじゃないかなっていうような打球の速さで、抜けて外野の頭を越えていきました。まあドライブがちょっとかかったんでホームランにはならなかったですけども、やっぱここら辺のスイングのスピードというか、まあ、それも見事な、バッティングを見せてくれました。ランナーセカンドで村上が打席の時に、左バッターの時っていうのは三盗っていうのは非常に難しいんですよね。でキャッチャーの邪魔になる人がいないんで送球しやすいんですけども、やっぱこの盗塁を見せてくれた、それでワンアウトサードを作ってくれてです、この盗塁っていうのはやっぱり村上が状態があまり良くない、まあ、そういうところで、犠牲フライでもチームに貢献できるというようなね、そういうシチュエーションを大谷が考えて僕は作り出したような気がします。これはやっぱこうチームメイトを思う、そういうことがやっぱ盗塁という発想になって走って成功、まあ、結局村上はフォアボールで歩くわけですけども、その後の吉田の、センターへの大きな犠牲フライで大谷がタッチアップ、村上も一塁からセカンドを狙ってタッチアップしたという、だから日本のこの走塁というものが非常に今日は際立ったようなそんな感じがしますね。で5回には中野が盗塁をし、牧原がタイムリーを打つと か非常に流れるような攻撃が、日本はできてたというふうに思います。それと代打に出てきた牧、やっぱ見事に、まあ、高めの球を逃さずレフトにホームランをしたという、まあ、ここら辺もやっぱりこう心強くなってきましたね、日本のバッターたちが。それと村上がその後続いてヒットを打つわけですね。で今日の成績も、三振フォアボールフォアボール三振でライト前にやっと初ヒットが出るわけですけども、それまでの村上の打席を見てると自分の枠っていうか、まあストライクゾーンはストライクゾーンっていうのをきっちり決めてて自分の枠から出られないんですよね。これ出られないっていうのは国際審判員だからやっぱ高めに抜けてくるボール
まあ、1打席目の三振なんか高めのボール球だと思ったんですけど、やっぱそこを取られるわけですよね。この3試合通じてもやっぱそういうボールっていうのは非常に取られる確率が高い。だから振っていかなきゃいけないんですけども、これがやっぱりこう自分の規則があってボール球振らないとか、そういうところから枠をこう飛び出せないというね、これはまあプロとしてはやっぱ当然なのかもわからないけども、そこら辺は臨機応変にボール球振ってもいいから打ちに行くということが必要だなっていうふうに見てました。だから校則というか、学校で言えば校則を破ってでもなんかこうやってやるみたいな、まあそういうところが規則を破れない。最後の打席、まあライト前に1、2塁間を抜いてライト前にヒットを打つわけですけども、やっと出たのは、まあ、ボール球にも手を出して振りにかかりましたよね。で、振りにかかったことによって生まれた僕はヒットだというふうに思うんですよ。だからとにかく打席に入ったら何をするのか、とにかく耐久にし行ってるわけじゃなく、選球しに行ってるわけじゃない、やっぱ打ちに行ってるわけですから、これからも少々のボール球でもいいから強引に打つぐらいのつもりで行けば、僕は村上はこのヒットをきっかけに、今日のヒットをきっかけに、やっていける、調子が上がっていけるっていうふうに、思いましたね。まあただ今日の中でいけば、やっぱ中野のちょっと送球ミスが、心配だなっていうことがあったし、源田もベンチにはいましたけども、これからどういうような状態になってくるのか。まあ、第1ラウンド準々決勝ぐらいまではいいですけども、アメリカに渡った時準決決勝になってくると、やっぱ源田の力っていうのは守備力っていうのはすごく大事になってくるし、源田の状況、怪我の状況っていうのがすごく気になりますね。まあ、それともう一つ良かったのは、ノーアウト満塁で山川が打席に立つんですね。でライトフライを打ちに行ったわけですけども、これ強引に引っ張らず右方向に打ちに行った。まあ点差はありましたけども、打ちに行った。これはどういうことかというと、外野フライ犠牲フライになり、セカンドランナーもサードに進めるという、そういうチームバッティングをホームランバッターの山川が見せてくれた。これはやっぱり今後こういうことっていうのはすごく大事なことで、例えばノーアウト満塁で引っ張ってレフトフライ、セカンドランナーが動けない、そしたらワンアウト一二塁が残る、これではやっぱ得点力っていうのは少し低くなる。右に打つことによってセカンドランナーがサードに進んで、もう一本外野フライで1点を取れるというケースを作ってくれたんですね、山川が。だから非常に得点差があって、もう勝利はもう確定しているような状況でも、そういうバッティングを見せてくれたっていうのは非常に僕は大きかったなっていう、山川を今日使った理由が分かるなっていう。だから非常にフォア・ザ・チームにみんながなってきてるし、俺がっていう選手はもう一人もいなくなってるし、だから非常に心強い今日の試合を観戦しました。それで、まあ、チェコがどんな野球をやってくるのかなっていうふうに思ってたんですよね。チェコと日本が当たるっていうのは多分初対決だというふうに思うんですけども、非常にまっすぐにもコンタクトに打ってくるし、で変化球にも対応してくるし、まあ、佐々木朗希のまっすぐにも振り負けないしっかりしたスイングもできてますしね。だから非常に今後非常に強くなるんじゃないかな。それとやっぱりメジャーを経験している選手も何人かいて、やっぱその人たちっていうのは技術も高いですし、非常に今後怖さがあるなと。細かいこと、まあ、例えばクイックであったりだとか、そういうことっていうのはできてませんでしたけども、まあ、だけどこういう細かいことまでずっとやっていくと、非常になんかこう強いチームになるんじゃないかな。体がやっぱりしっかりしてますし、まあ、走力はありますしね。だから今後面白いチームになってくるんじゃないかなっていうふうに。だから日本が最初手こずりましたけども、非常に重い雰囲気を作ったのはやっぱチェコがやっぱこう初回に
佐々木朗希の162キロのまっすぐをレフトに持っていったというね、見事な当たりを見せてくれたっていうのが、非常に重い雰囲気を作ったし、まあ、それが中野のエラーにもつながったんじゃないかな。ただ今日栗山監督がベンチの人間も使いながら、ゲームを進めていった。やっぱこう全く使わないっていうと状態がわからないし、そういう意味では非常に全員っていうかほとんどの選手がこう出てきたし、非常にいいゲームだったんじゃないかなっていうような、そんな気がします。で、今後につながることにもなってくるし、その状況でこの選手は使える使えないとか、この選手を使ってみようとか、そういう選手がたくさん出てきたっていうのが非常に今日の収穫だったんじゃないかなっていうような気がしますね。ただ国際試合だなと思うのはやっぱり先発ピッチャーのサトリアがあれだけの緩いボールで日本打線を抑えていくという、まあそういうことがあんまり当たらないピッチャーですよね。でもそれでもなんて言うんでしょう、抑えていけるというのはやっぱこのアジャストの仕方、まあ吉田正尚が一番高かったんじゃないかなって思うんですけども、やっぱこう引きつけて高めを狙ってセンター方向から逆方向に狙うような、そういうバッティングがやっぱこう光りましたね。だから非常に、吉田正尚っていうのは、まあ、頼りになるなっていうふうに、まあ、改めて思いましたけども、まあ今日勝って、まあ明日も試合ありますけども、まあ明日で気持ちよく1位通過を決めて、まあ、準々決勝どこと当たるか分かりませんけども、まあ各国見てると非常にレベルも上がってますし、非常にやっぱり外国人ってパワーありますよね。だからまっすぐにも強いですし、だからそこら辺用心して、また次の試合オーストラリア準々決勝と頑張ってほしいと思います。まあ今日は本当に最初序盤重かったんですけども、本当にナイスゲームでした。それと佐々木朗希がまあこういうね 3.11 で非常に心きすところがあって、マウンドに上がり、多少最初力みもあったでしょうけども、まあ、しっかり投げ切ってくれたっていうのは東北のね皆さんに大きな力を与えてくれたんじゃないかなっていうふうに思います。明日からもまた応援しますので頑張ってください。